山です。速稼塾の久保です。今回はポリスというね、仮想通貨に注目してみようかと思います。ポリスが急騰しましてね、凄まじい10倍以上の価格をつけました。この24時間以内に、もうそうですね、30円ぐらいからぐーっと上がってきてですね、現在350円を超えてますんで、10倍以上と言ってもいいでしょう。で、こちらのポリスという仮想通貨ね、驚きなのが、そういうことだけではないんですよ。実は、もっともっと高いところから一旦落ちてきてるんですよね。ほら、5000円近くに値をつけて上場した鳴り物入りで、マーケットに出てきたコインなんですよね。多分これね、ICO でかなりの方が購入されたんですよね。で、ICO の勢いが強すぎて、一般市場に上場された時には売りばっかりが出たんですよ。ね、利確したくって。で、売りがガーンと出た結果、一夜にして大暴落して、その後期待を持ちつつ上げ下げしたんですけども、結局は0円同然のね、100円以下の価格でずーっと横ばいをしてきたと。で、先ほどお話したように、いきなり価格上がったんですけども、それでもね、まだ1000円にもなってないところを見ると、当時の価格から塩漬けされてる人っていうのは、まだまだ全然ね、含み損がどうしても拭えないところなんでしょうね。で、ポイントは、一旦こういうところまで人が価値を感じて、値段をつけた仮想通貨っていうのはね、一気に、こうやって横ばいになって下落してどうしようもなくて地べたを這いずり回ってる時があっても、でもこうクッと上がる時があるってことですよね。今までもこういうふうな形の仮想通貨結構紹介してきましたけども、どこから落ちてきたのかによって、大体その10分の1ぐらいは伸びるポテンシャルがあるんですよね。例えばこの価格が5000円だとしたら、500円ぐらいまでは上がるんではないかなって考えて、100円以下の時に仕込むことができるってことなんですよ。そうすると500円にはなっていませんけども、このようにね、369円つけたときに、100円以下で仕掛けてるわけですから、大きく利益を取ることができるということです。まあ、このようにね、期待できる仮想通貨の法則ってのはだんだん見えてきたと思います。ですんで、マイナーなコインであればあるほど、例えばこれもね、801ランキングですけども、600ランキングから800ランキングの間で探して、一旦高かったんだけども、今はベタベタになっちゃったよってみたのを、いくつかチョイスして、リサーチするといいかもしれないですね。はい。それでは、今、暗号通貨、マーケットが大暴落しておりますんでね。その中で、どれに仕込みを入れるか、まあ、そんなチャンスだと思いますよ。